どうもはじめまして、科学ジャーナリストの久住と申します。今回はですね、2020年の年末に結局年末バタバタしてできなかったので、2020年に買った靴とちょっと手放した靴っていうのもあったので、そのあたりについてちょっとご報告を報告をっていうか、個人的にですね、ちょっと話をさせていただきたいと思います。2020年こんな靴買ったよねっていうのと、今年は2021年はですね、こんな靴を買っていきたいな、こんな靴にこうちょっと興味を注いでいきたいなみたいなところをちょっとお話しできればなと思います。でまず最初はですね、カルミーナのパンツキャップ2になります。これが、5月とかにオーダーをして、確か6月ぐらいに届いた靴だったんですよね。なので2020年の前半はもうほぼ靴は買っておらず、後半から結構ドッと買っていったっていう感じになるんですけれども、これはですね、僕がちょうど脱サラするタイミングで、ちょうどその時僕の誕生日ぐらいだったので、ちょっといい靴買おうやないかということで、伊勢丹の新宿の靴売り場ですね、2センチ大きいサイズで、これと同じ靴を買ってたんですよ。ただその靴すごい好きだったので、諦めきれずにカルミーナで再度オーダーをしたという靴になりますね。結構思い入れのある靴だったりするので、同じ仕様、同じ木型で、作っていただきましたと。で、非常に足にも合って、これは本当によく履かせていただいてます。気に入って、で僕はジーパンを履くことが多いので、ジーパンに合わせるのは、もちろん黒の靴でもダークブラウンの靴でもいいんですけれども、こういうちょっと明るい色の靴があってもいいじゃないかということで、非常に重宝している一足になります。カルミーナのパンツのキャップですね。はい、一足目でした。はい、で二足目がですね、これはオリエンタルのベルジャンローファーってやつですね。タッセルがついてますけれども。で、これはですね、アンラインドなので、内側に、革がないわけですよ。だから非常にこう、柔らかくて、履き心地の柔らかい靴になってます。つま先にも芯材が入ってないですね。はい。なので、シューキーパーを入れておりません。ちょっとシュワッとして、しちゃってますけれども、伸びるのが嫌なので、このまま履こうかなと思います。で、これはですね、非常にこれは勉強になったなと思ってるのが、これサイズ6なんですよね。サイズ6なんですよ。で、僕はネットでこの靴を見つけて、オリエンタルのサイトで見つけて、確かね、5とか5.5あったかな、ちょっと覚えてないですけど、僕のサイズは多分ないなと思って諦めてたんですけど、ワールドフットウェアギャラリーさんに行って、これを試着したらですね、見事に気持ちよく履けまして、なんでちょっと小さめに作られてるんですね。っていうところがあるので、サイズのこの数字だけ見て、やっぱ靴を判断してしまうのは良くないというのを学んだ2020年でございました。はい、非常に勉強になりましたね。で、これは今6です。で、非常に気持ちよく履けます。で、全然カッパカッパもしないし、今のところ、本当に夏には重宝してる靴なんですけれども。で、もう一足ですね、こちらの、靴、フルブローグの靴ですね。黒のフルブローグの靴を靴履くで購入しまして、これもオリエンタルの靴なんですよ。で、これはですね、サイズは5なんですよね。そう、5なんですけど、僕が普段履いてる5よりも全然小さくて結構きついんですよ。なので、まだ完全に馴染みきってない感がありますけれども、部屋履きで履いたり、ちょっと近くの、ね、スーパーとかコンビニ行くときは履いたりしますけれども、そんな靴なんですね。なので、多分オリエンタルの靴はちょっと小さめに作られているのかなっていうところがあって、そういったところもですね、2020年の学びだったかなというところでございます。別の動画でもご紹介してますけど、この靴もですね、パーツの取り方がすごい独特で、一見フルブローグなんですけれども、すごい面白い靴なんですよね。で、底付けもこれ前半はグッドイヤー、ここはマッケーっていうので、すごいウエストが絞られてたりとかで、かかともちょっと高くてピッチドヒールになったりとか、すごいね、エレガントな靴だったりします。なのですごい気に入ってます。これはなかなか珍しい靴ですよね。はい、っていうオリエンタルの2足。はい、ここまでで3足ですね。はい、次はですね、スコッチグレイの黒箱っていうシリーズの靴になります。これはご覧の通りセミブローグの靴で、黒箱っていうのはこの革は、ワインハイマーのボックスカーフなんですけども、これと同じ革が、ベルトでついてくると。で、同じインペリアルの5万円の値段でそれが買えるっていうキャンペーンだったんですね。で、2019年も2018年も同じキャンペーンをやられてて、その時はダークブラウンとライトブラウンで、同じ革のベルトがついてくると。で、それがすごい好評だったらしくて、2020年はこの黒で実施されたということなんですけれども、23.5 です、この靴は。僕はサイズ的にはすごく、気持ちよく履かせてもらってます。はい、これは結構去年履いた靴の一つかなというところでございます。これも非常に気に入ってます。革質もいいですし、
はい、これが、4足目ですね。はい、次はですね、ジェームウェストンの、ちょっとほこりかぶってますけど、ジェームウェストンの、180のシグネチャーローファーでございます。これはですね、朝市で買いに行ったんですよ。6月頃の、自粛明けたあたりで、朝市で買いに行ったら、朝市は僕足が割とスッキリしてるんですけど、夕方ぐらいから結構むくみ始めるんですよね。で、朝市で買ってまた届いて、しばらくこう家で寝かせてて、履いたら足に入らなくて非常に苦労した靴でございます。普段5とか 5.5 を履いてるけど、これは4の水は C なので、かなり小さいサイズで購入をしました。去年買った靴の中で一番コスパが悪かった靴ですね。はい。ただですね、やっぱ革はウエストンだけあるなというかですね、すごく腰があって、なんというかしっかりした革ですよね。で、やっぱり柔らかい革はそれでそれで魅力なんですけど、履いてるとやっぱこうなんていうか、よれよれっとしてくるじゃないですか、やっぱ柔らかい革ってね。で、そういうところはやっぱり考えて、こう腰のある革を使ってたりするんだろうなっていう気がしますよね。で、やっぱりフランスでもこういうちょっと小さいサイズで買って、それを履き鳴らすっていう履き方がされてるらしいので、まあそういうところを考えて、まあその長く履くことを考えて作られてる靴なんだろうなっていうところに、やっぱりね、ウエストンのそのなんかフィロソフィーみたいなものを感じますけれども、まあそんな靴でございます。だから結構ね、時々部屋履きで、馴染ませては、また夏、2021年の夏はちゃんとこれで外に出て履きたいなと思っております。これね、2020年は外に出て履いた回数は多分4回ぐらいで、近くのマクドナルドとかに行って仕事をした時ぐらいなもんなんで、非常にコスパはまだ悪いですけれども、まあこれからですね、長い時間をかけて履いていきたいと思います。ただですね、以前もご紹介しましたけど、革の柔軟剤とかちょっとオイル入れたりすると、やっぱ多少はね伸びるんですよね。多少は足に馴染みやすくなるので、まあそういうことをちょっと繰り返して頑張っていきたいと思います。はい、これが、5足目かな。次はですね、チャーチのスニーカーになりますけれども、これが一番コスパ悪かった靴かもしれない。これ外でまだ一回も履いてないですから。まあちょっとね、チャーチっていうこともあったのと、僕この顔の色がすごい好きで、このなんか優しいベージュみたいなのが。で、つい買ってしまいました。けれども、結局まだ履いておりません。外では。で、スニーカーっていうものをいつ履けばいいのか正直わからなくなってるっていう、ちょっとね、特殊な病気みたいなものを患ってしまっているんですけれども、まあ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 、これはそのスニーカー履く機会があったら、まあいつでも履けるので、なんかこう馴染ませる靴とかじゃないじゃないですか、スニーカーって。別に痛さとかもないし、まあまあそのまま履けるので、まあそういう機会の時のために取っておく靴として、去年、買っておいたっていう立ち位置ですね。まあこんな感じの靴でございます。はい、次はですね、これはジョージ・クレバリーのジョージっていうコインローファーですね。これはアウトレットでですね、木更津のアウトレットの、インターナショナルシューズギャラリーさんっていうお店で買ったんですけれども、で、安くなってたんですよ。やっぱりね、10万とかしますよね、ジョージ・クレバリーは。なんですけど、それが7万円ぐらいになってたので、まあこれは買いだぞと思ったんですけど、ちょっとね、ロングノーズだなっていうのが気になってたんですよ。ここシュッとしてますよね、かっこいいんですけどね。で、ロングノーズだなと思って履いたら、案外やっぱそうでもなくて、僕は全然履ける感じだったので、まあ、つい買ってしまったという感じです。これアンラインドなんですよね。内側の革なくて、この辺すごい柔らかいんですよ。っていうところもあって、すごく履き心地がいいので、去年の夏はね、結構これは重宝しました。で、もう一つ、さっき革の硬い柔らかい話しましたけど、これはすごく柔らかい革なんですよね。で、まあ、アンラインドだからそういう革を使ってるっていうのもあると思いますけれども、このまあ今ちょっとねオイル入れたんであんまりツヤ出てないですが、ここのシワの入り方がすごいね、柔らかくて、僕はすごい好きな革の一つだなという感じです。夏だけどちょっとドレッシーに決めたい日とか、まあそういう時にね履いていきたい靴の一つかなと思います。なんかちょっと表面落としきれてないかな。まあいいか。はい、そんな感じですね。これが何個目だ、6足目です。はい、次はですね、こちらのイユゲンのモンクストラップローファーですね。こんな感じのすごい可愛らしいローファーになります。で、これも結構夏に履いた靴の一つですね。で、このバックルの下の部分が、ここがちょっとひし形になってたりとかして、すごい可愛らしいんですよ。で、結構薄くて、まあ僕好みのこう丸くて薄くて可愛らしい、ローファーになります。で、同じくですね、これは同じメーカーさん、世界中ユニオンさんが作っている、これユニオンインペリアルですね。こちらも一緒にご紹介させていただきますけれども、これもアデレードのセミブローブですね。
こんな感じの靴、まあ、結構木型にこだわって作られてるメーカーさんなので、どちらもですね、履き心地はすごく良かったです。独特な木型だなとかっていうことはなくて、割とすごく足に馴染みやすい木型だったので、特に夏ですねに、ローファーとかで、これは別に年中履けるので、どんどん履かせていただきたいと思っております。これも3万円とか、4万円台しないぐらいで買える靴なので、両方とも革靴のエントリーモデルとしてはですね、非常におすすめできるモデル、ブランドかなと思います。で、まあね、今あんまり紐靴履かないよっていう方は、こっちのローファーとか履いてもらったらいいと思いますし、まあそういうなんかライフスタイルが変わってきたとかっていうのもあって、こういうローファーしか作ってないブランドですね、もうすごい面白いのかなと思ってたりしますけれども、はい、そんなブランドです。ユーゲンとユニオンペリアルですね。はい、次はですね、サンクリスピンっていうブランドのモデルですね。これはまあ、サンクリスピンという名前もちろん存じておりましてですね、伊勢丹とかにも売ってたりするんですよね。で、やっぱり伊勢丹で履いたらサイズは僕のサイズはなくて、まあ、これはいつかオーダーするぞと思ってたらですね、よくお世話になってる知人の方に、サンクリスピンはサイバーフィッティングっていうのがあるぞと教えていただいて、何かというと、その写真、足の写真を撮って、で、足自分で測ってですね、それをこう向こうに送ると、多分木型をちょっと調整してくれるのかな。で、それでこう自分の足のサイズに合ったものを作ってくれるっていうオーダー方法なんですよ。仮縫い靴届いたらですね、5の F とかだったかな、なんかすごいでかいサイズで届いてしまって、かかとに指1本入るぐらいの感じだったんですよね。で、もう一回仮縫いすることもできたんですけど、それやっぱアップチャージがかかってしまうので、そこをケチってしまってですね、もう本当は慎重に行ってもよかったんですけども、ケチってしまった結果、これは 4.5 4ハーフの E ウィズにしてもらって、まあ、それで結構乱暴に決めたら足にすごく合ってですね、これはいい買い物だったなっていうのの一つでした。で、これお伝えしたいのがですね、これ 4.5 のサイズにしてはめちゃめちゃボリュームがあるんですよ。でかいんですよね。全体的に結構丸みもあるし、幅もあるし、かかととかも結構パッと見めっちゃでかいんですよ。だから届いた時はすごい不安になって、これ足に合うのかなと思って不安だったんですけど、中にですね、芯材がすごい使われていて、靴がすごい分厚いんですよね。だからすごい硬いんですよ。この辺とかもガッチガチなんですよね。なんだけど足に合ってるので全くこう痛みを感じなくて、これはですね、すごいいい勉強になりました。やっぱりその柔らかければいいっていうものじゃなくて、やっぱ硬くてもちゃんと足に合ってれば痛くないんだなっていうのをこう思い知った靴の一つですね。ちょっと表面が全然あれですね、光ってないので、ちょっとやり直したいなと思いますけれども、まあ、そんな靴の一つでした。はい。で、これまあ硬いって申し上げましたけど、この中底の中もですね、すごい硬くて、全然スポンジとか入ってないんですよ。でも全然痛くなくて疲れないっていうのがあって、シューマーズの部分もちょっとグッと持ち上がってるのでですね、すごく気持ちよい履き心地を得られるというのが特徴かなと思います。はい、そんな靴でございます。サンクリスピンですね。はい、次はですね、ジョーワークスっていう浅草の、メーカーさんの、これはオーダーした靴になりますね。ちょっと革が、特殊で、これ象の皮を使ってます。これもしかしたら YouTube の方でご紹介してなかったかもしれないんですけど、まあ、象の皮を使って象だなって思えるローファーを作りたいなと思ったんですよね。はい。で、まあ、象はね、なんかこうなんだっけな、お金の商売の神様みたいな意味があったりしますよね。なので、まあ僕の商売がもっとこううまくいくようにっていう思いも込めたりとかしてるんですけど、まあそれはこう後付けだったりするんですけれども、まあ一応その頼むときにはそんなことを考えて作った、靴でした。で、このフルサドルのこのローファーですね、このサドルの部分に僕縫い目がなくて、これすごい気に入ってます。で、最初はですね、この辺の履き口のあたり結構きつくて、痛かったところがあったんですけど、まあ、すぐ馴染んでですね、今気持ちよく履かせていただいてます。で、多分ゾウの皮だからなのか、結構ね、強く引っ張れないと思うんですよね。このシワシワっとした表情が多分伸びちゃうのか、あんま叩けなかったりするのかな、わかんないですけど、そんなきつさはないんですよ。ここはちょっとこう木型上というか、まあ、靴のこう作り上きつかっただけで、で逆にここでちゃんと止めてくれるっていう木型でもあったので、まあ、全然違和感なく今は履かせていただいてます。はい、これはもうちょっと夏にね、派手に来た時に履くようなローファーっていうのを決めてるので、これは夏バンバン履きましたけれども、非常に面白い靴ですよね。ここで僕はこのエキゾチックレザーに目覚めてしまいました。はい。で、最後ですね、これもこの間ご紹介したかなと思いますけれども、カルミーナのカスタマイズですね、のブーツになります。まあ最近ご紹介したので、まあ、そちらの動画をご覧いただければいいなと思いますけれども、黒の、ミュージアムカーフとグレーのスウェードを使って、まあ、ちょっとこうグレーっぽい感じで全体的にまとめてみたみたいな感じですね。で、ちょっと大きかったんですよ。一応サイズは5なので、他の僕の
持ってるジョレットってさっきご紹介した靴と比べるとちょっとね大きさを感じていますので、今インソールが今日届くんですよね。なのでそのインソールを使って、まあ、どう履き心地変わるのかみたいなところもまたご紹介できればなと思いますけれども、そんな靴でございます。ただやっぱり非常にかっこよくてですね、とても気に入っています。だからもう似合うかどうかとかっていう話とかはもう置いといて、ただただこのかっこいい靴を眺めていたいっていう、まあ、そういう人生を送っていきたいなと思ってます僕は。で去年はですね、同じようなことをやって、なんかバーガンディ系の靴がないねとか外張りの靴ないねとか、というようなことを言ってたと思いますけど、結局どっちも買ってなくてですね、案外黒い靴が増えたなっていうところがまず一つあります。なので2021年もですね、黒い靴もまあいいんだけれども、もちろんこうときめいた時には買いますけれども、どっちかっていうともっとこう色物系のですね靴を買っていきたいなと思います。さっきの象の革とかね、まあこういうちょっと派手な靴とかもすごい素敵だなと思ってますし、2021年はちょっとこう派手にいきたいなと思ってます。やっぱメンズの靴って結構黒茶色が多いなっていうのを常々思ってましてですね、やっぱでブランドも結構いろいろあって、同じようなモデルの同じようなデザインの靴がいっぱい出てるじゃないですか。まあそれは別にいいんだけど、もっといろんな靴があってもいいんじゃないのっていうことですね、僕もちょっと提案していきたいなと思ってまして。まあなんかこうちょっとね、カラフルなものだったり、染める靴もあってもいいし、みたいな。で、染める靴僕実はもう一個用意してあってですね、近々一個パティーノやろうと思ってますので、ちょっとそちらもご期待いただければと思いますけども。で、手放した靴もあってですね、去年の年始に話してたような、ちょっとサイズでかかったなとかっていう靴をちょっとメルカリで売っちゃったりとかしましたけれども、はい。まあ、そんな感じですね。やっぱり、履かない靴いつまで持っててもしょうがないので、まあ、履いていただける方に、ご提供できるのが一番いいので、はい。っていうふうに思ってます。はい。そんな感じでございました。だいぶ乱暴になってしまいましたけれども、2020年に買った靴と手放した靴のご紹介させていただきました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。よかったら、他の動画もご覧になってみてください。ありがとうございました。